滝田先生、愛を感じました。僕は3年生のみんなにも愛を感じました。みんな、3年間ありがとうございました。3年間いろいろ辛いこと、辛いことがあったけど、みんなとだから乗り切れたし、終わってみて楽しかった3年間となりました。最後の最後まで僕をいじってくれた滝田先生、愛を感じました。僕は3年生のみんなにも愛を感じました。まず今日の試合で最後9回の裏みんなでつないでくれたのに、最後自分で終わらせてしまってすいませんでした。自分の思いとしては、滝田先生を千葉県ナンバーワンのチームの監督にしたかったなってすごい思ってました。でもその夢を叶えることができなくて、すごい悔しい気持ちでいっぱいです。きつい時にいろんな声をいただいて、その声がなかったら今の自分はないと思います。本当にありがとうございます。本当にみんなの助けがあって、最後までキャプテンを、やり遂げることができました。みんなと野球ができて最高でした。ありがとうございました。はい、それでは最後、監督の私より最後のミーティングを、最後のミーティングを、したいと思います。ここに出てきて一人ずつ滑っていて、やはり思い返すのは君たちが努力をしていた姿を、先生は思い出していました。君たちが歯を食いしばって努力をしていた姿というのをでも鮮明に記憶をしているし、よく頑張ったなと、こんなにも努力ができる集団になるとは全然思いません。甲子園に行って1勝するという目標の裏には、やはりそういう努力ができなければこういう目標にも至らないし、夢物語で終わってはならない。やるからにはそれに伴った努力が必要である。この努力ができる人間と甲子園を語りたい。それが君たちだったという、この3年生にはありがとうというね、言葉が、ふさわしいかな。最後の教訓として、人生都合のようには都合のいいようにはいかないことの方が多い。だから大事にしなければならないのは努力をするということ、そしてどのこの努力を続けるということ、必ず、僕も取れる場所として、みんなに、お越しください。
はい。